皆さんこんにちは、おさきのママです。最近おさきちゃん TikTok100 万人 YouTube70 万人達成したので、ご褒美企画でじゃじゃん、ロフトで1万円開放台企画をやろうっておさきちゃんには伝えているんですけど、せっかくだったらご褒美あげたいじゃないですか。なので今回はおさきちゃんが欲しいと言ったものを裏でママが全部買ってみた企画第2弾をやっちゃいたいと思います。イエーイ。あさきちゃん何にも不信感抱いてませんので、早速やっていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、さきです。ということで今日はなんか、はい、こちらどうぞ。ゆきさんですか？え、どういうこと？え、欲しいものってあります？ちなみにめちゃめちゃあります、ね、あるんですね。もしかして？はい、もしかして？お買い物企画でございます。いいんですか？はい、本当に？スタート。早いですね。はい、行きますわ。時間制限あるかないかは、あの次第なんで。え、ちょっと待って、本当に？はい、まじこっち行きます。はい、どうしよう。あったかそう。あったかそう。靴下なに？え、ワード？エルバ？だってあったかい靴下いいんだけど、でもちょっとこれ今夏だからね。ま、巻き爪のやつあるよ。巻き爪あんの？これ欲しいんだけど、これ買おう自分。はい、あ、いいの？何？お尻のやつとかあるけど。あたたきヒップアップ？欲しいけど、ちょっとレースってセクシーだから、そうね、赤バンドもね、これトラベル系かな。私あんまトラベルしても荷物持たないので。あら、そう。大丈夫かな。そう、私ね、皆さん見てください、昨日開けました。もう一個ね、開けたので3個ね、今穴開いてるんですよ。こういう感じの、みんなわかる？レンチャンで開けれるやつ、開けれるやつが欲しい。待って、え、こういうのかわいい。かわいい。何？ N は？あ、ちょ、5ドル買っとこうかな、うん、これ結構使うんですよね。はい、OK。 私本命あるからさ。え、OK かな。え、また戻ってくる感じなんだけど、また戻ってくる。まあね、かわいいと言ってもこれも買います。メグリズム A に合いマスク、かわいい。あ、もう金木犀のシーズンだ。そうなんですか？香りのシーズンもあるんですよ。うわ、いいね、これ金木犀アロマパウダー、これ買おう。え、金木犀ってめっちゃいいやん、知ってますか？知ってますよ、それは。もう大人なんでね。ねえ、これめっちゃ嬉しいね、この洗顔。え、それ知ってる？え、知ってる？うん、え、知ってる？うん、知ってる。じゃあ買おう。泡立てのやつ好きだって、買おうっと。お風呂で濡れたまま保湿いい、めっちゃいいやん、これ。お風呂場で濡れたまま保湿できるって、それめっちゃ良くない？でも大丈夫？結構な大値段。これも欲しいと言ってたので、これも買います。こっちは結構フレグランス系ですね。なんかすごいよこれ、可愛いんだけど、パッケージが。これにしよう。トリツヤケア、ラルシポゼの下地めっちゃ欲しいの。だけどこれ4000もするの？ちっちゃいので、結構意外と必須んだよね。やめとく？これも欲しいと言ってたので買います。この辺はスキンケアコーナーだね。おう、これやばいでしょ。スキンケアやばい、ね、それがなんか有名だよね。え、でもこれ5000もするよ。そうなの？半分取られるよ、ちょっと嫌だな。これなんかさ、メチノール、ヒアルロン酸とかある。あ、全部、え、全部、え、え、え、さっき全部気にしてる。目元、口元の年齢サイン、罪めちゃめちゃ気になる。え、あんた何歳よ。あ、これがいい、浸透型ヒアルロン酸、これにしよう。パパ好きなやつ。あ、ほんとだ、これパパめっちゃ探してた昨日。これはちょっとさすがに買ってあげなきゃね。あ、待って、これ知ってる。さ、メイクさんがめっちゃ使ってんだよこれ。有名なんだ。有名。あ、韓国コスメだって、うん、え、これマジでね、メイクさんがみんな使ってるの。マジでみんなで、マジでみんなこれ使ってんの。これ今これって言ったじゃん。でもこれが欲しいの、さっきは。でもいいの。待って、これさ、マジでさ、田中みなさんがおすすめ、田中みなみさんのおすすめのバイユアさんです。田中みなみさんの私たちの先生、うん、おすすめって言ってたよね。うん、何が違うんだろうね、色によって。え、これにしよう。え、さ、いいのじゃん。これも買います。あ、待って、私の本命のコスメコーナー来た。あ、これいいわ、見て、ラベンダーピンクとかホワイトとかあるよ。あ、くすみ補正がいい、パールホワイト。あ、いいね、これ欲しい、これ。え、でも4,400円するじゃん。え、ちょっと待って、こうなると。え、キャンメイクのさ、話題になってたセンスあるよね、ハウダー。あ、これじゃん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 。あ、絶対それじゃん。悔しい。眉毛描くやつ欲しいと思えば、はい、あ、アイブロウってやつですか？眉毛描くやつっていうか、そう、うん、あ、もうこういうのいいね、こういうの、うん、こういうのにしよう。大丈夫かな、お金間に合うかな、1万円で。やばい気がしてきた。オーバーしたらあんた自分だよ。え、ほんと自分だ、うん、当たり前じゃん。マジで
あ、そっか、朝欲しいね。え、結構ね。あ、すげえ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 、欲しいの。え、そうなの。え、さっき松江区、最近さ、松江区がまだ育っちゃうの、すぐ。あ、まんまる黒目のワンちゃんだって。大丈夫かな。大丈夫じゃないかな。アンドビーやん、どのぐらいなんだって。またアンドビー来た。え、さっきの大好きな組み合わせじゃん。めっちゃこれいい。顔フレグランスある。ちょっと待って、ママがその昔使ってた香水教えてあげるね。うん、これこれ、ああ何それ。すごい懐かしかった。え、嘘、嗅いでみるわ。あ、いい匂い。そうなのよ、めっちゃいい匂いこれ。そう、え、あ、売り切れてんじゃん。ほらね、言ってんのよ。あ、待って、メール来た。メール、メールコーナー。あ、今ハマってるやつね。最近緑とか欲しいかも。緑、うん、あ、でももう秋だからね、いいかもね。これ可愛いかも。これ買ってみよう。ちょっとこっからね、お値段見ながら買わなきゃダメね。え、これさ、1個こんなすんの。え、さっきこれ欲しかったやつだ。こうやってさっき青も欲しいしさ、うん、白も欲しいの。無邪気ね。いや、じゃあシルバーにしようか。さすがにね、3つ買うのはね。そうだよね、うん、かわいい。プルプルしてて、こっち向いて、唇カサカサや。そんなことないし、別に。これってさ、あれないのかな。あれ、さきちゃん使ってるやつじゃん。そうこれマジでこれめっちゃおすすめなの。うん、てかこれ買いたいんだけどさ、なくなっちゃったのね。うん、これさ、買えないのか。買いだけ、わかんない、ないんじゃない。買いだけないんだ。これも買います。あ、これなくなっちゃったやつだ。これ使ってるの知ってる？知ってる。なくなったの。なくなったっていうか。だからね。なくしたの。え、違う。なくなっちゃったの、中身が。で、ずっとないのにね、こすりつけてるの今。いや、かわいそう、唇が。こんなさ、見切れないよ、一日で。一日では見切れるだろ、絶対。あ、こっちはヘア系かな。ヘア系ですね。ハルトがさ、シャンプー欲しいって言ってた。え、優しい。そういうとこあんのね。ハルトのこと思い出すことあるの。え、うん、シャンプーといえばハルトだからさ。そんなことないよ、全然。え、見て、黄色とかも出てる。へぇ、さっきの大好き。これ買ってあげるわ。じゃあシャンプーだけにしようかな。高くなっちゃうからちょっと。え、でもシャンプーでもいいやん、なんか好感度上げとこ。やば。視線の先は点あれは、あんた、やばい、かっこいい。それは何？ドライヤー。あ、鉄砲じゃないんだ、びっくりした。最低。本当に美意識ないね。ドライヤー先欲しかったのね、ずっと、うん、リファのドライヤーマジで欲しいの今。うん、ドラフトに売ってんだね。見て、リファにこれさ、シャンプーとかトリートメント売ってんだけど、めっちゃ良さそうね。これこれこれ。あ、言ってたやつ、言ってたやつ。いや、前ね、ちょっとハルト君に買ってくれたんだけどね、それが LL サイズでね、バカ高いのね。欲しいんだけど悩んでおります。いけるよ、自分。まあまあ、いけ、まあまあまあ、とか言ってとか言ってとかないから。まあ、あれ一周回ったね。一周回った。いや、結構ね、名残惜しいところあるけどね。ねえ、これおすすめされた。誰に？作品に。そうなの？だからか、これで1万円オーバーしてたら、うん、自腹ですからね。ということで、1万円買いましたのでレジに行きたいと思います。やばい、めっちゃ楽しい。ということで、じゃーん、こちらがおさきちゃんが欲しい、かわいいと言ったものです。これを買っていきたいと思います。はい、それでは早速買っていきたいと思います。大丈夫かな、なんかさ、不安になってきた。絶対こうしてんだけど。はい、ではお会計失礼いたします。こちらの値段でございます。どういうことですか。待って、すげえ、ほん、絶対なんかやってるわ。ちょっと待って、ちょっと待って、そんな子してるわけない。さっきめっちゃ考えたもん。オーバーです。ねえ、もういいから、そういうの。いいって、オーバーしてる。まず、おさきちゃん買ったのって、こちらですよね。あ、そちらです。はい。はい、そちらですけど。じゃーん、本当にこれ何ですか？マジで。勝手に誰ですか、買った人。なんかそう、スタッフの分も一緒に買うみたいな感じじゃないの、これ。おさきちゃんが欲しい、かわいい、みたいなことを言ったもの、すべて、買っておりました。また、あの、伝説の企画でございます。はい。本当に？はい。確かに言った、うわ、
懐かしいでしょ。懐かしい。一番最初のやつ。これも入ってるの。いや、そう。もうポジティブな、これも。はい。スケスケだけど赤番になっちゃうからやめるって言ったやつ。ちょっと待って。自腹じゃないよね。さすがに。もちろん自腹じゃございません。なんで？今回は、はい、おさきちゃん TikTok100 万人、はい、YouTube70 万人もう同時ぐらいに行ったじゃないですか。そうなんですよね、はい、その2日後ぐらいとかに行っちゃって、はい、その記念としてこちら。そういうこと？はい、ご褒美企画？欲しいといったもの全部買ってみたでございます。やばいね。それは待って、今回はこれも。そうです。あ、そうです。言ってよかった。今回ご褒美企画ってことで、はい、そうでございます。やばいね。ちょっと待って、しかもロフトで、はい、これはやばいですね。はい、実施いたしました。嬉しすぎるわ、はい、コスメとかめちゃめちゃ、うわ、断念したやつめちゃめちゃ入ってるじゃん。今回コスメフェスティバルなんでね。フェスティバルだけどね、うん、え、マジで嬉しいわ。おめでとう。ここまで頑張ってよかった。始まりね、ここからがね。ここからが始まり、うん、はい、ということで今回はちょっとママからすごいサプライズを受けてしまいました。ありがとう。本当にいつも見てくれてる皆様のおかげですので、もっと頑張ってまたママにやってもらえるように頑張りたいと思います。ママのご機嫌さんの時しかできないのよね。ご機嫌さんの時しか、うん、今日機嫌いいみたいなのでもうちょっとおねだりしてみようかなと思います。はい、はい、そしてですね、ちょっとなんか聞いちゃったんですけど、噂？今回ね、撮影してる場所が池袋ロフト店さんなんですけれども、おすすめの商品を展示した私の売り場ができちゃうらしいんですよ。え、やばくないですか。もう私専用の棚みたいなのができるらしくて、でちょっと今回ね特別にサインまで書かせていただいちゃったので、あ、まあこれはね見て人のお楽しみにしたいので、あの見せたくないんですけど、じゃあ今回はその私のおすすめの、まあ、いっぱい今回買ったと思うんですけど、その中でも私のおすすめ、みんなに買ってほしいっていう商品とサインを置かせていただけることになったみたいなので、皆さんぜひぜひ池袋ロフト店来てみてください。ということでこんな感じで終わりたいと思います。お先に失礼します。